地下室にあったものは何だ。希望だったのか、それとも絶望か。敵は果てしなく強大だった。このまま何も変わらなければまたあの惨状が繰り返される。何かを変えることができるなら自分の命ぐらいいくらでも捧げてやるのに。俺にはヒストリアを犠牲にする覚悟がない。どうすればいい。こんなこと誰にも。私は壁の外から来たエルディア人、あなた方と同じユミルの民です。壁の王よ、今すぐ壁に攻めてきた巨人を殺してください。妻や子供たちが、壁の民が食われてしまう前に。エレン。